他にもキャスケットやパンプスなど。どうしましょう。動きやすくて足下がって、靴は着心地もそうですね。なんか割と触った感じもすごい。はい、こちらね、私が今日お昼食べた丸一食堂さんですね。中入ったら普通に客席に奥さん座ってて奥さんとご主人の2人だけで営業してるみたいでね、あら来たのみたいな感じの対応でしたけれどもね、美味しかった、めっちゃ美味しかった。600円エビラーメン、ちょっと何かの間違えちゃうかっていうぐらいエビがたっぷり入った塩ラーメンでね、美味しかったです。あれで600円は価値あるわ。で、ここのねポップ屋さんも、ラーメンとかカレーとかが食べれるのかな、しじみラーメンが美味しいそうです。で、この道まっすぐ行っても右曲がったら太陽館です。すぐ近くなので、いやでもあの丸一食堂は本当めっちゃ美味しかったです。もうほんまに昔ながらのって感じのラーメン屋さん、おすすめです。